HY 戦争、HY 戦争、HY 戦争は、1979年、昭和54年頃から1983年、昭和58年頃にかけて、ホンダ技研工業、以下、ホンダとヤマハ発動機、以下、ヤマハがオートバイ市場にいて激しく、しのぎを削った、派遣争いを指す。世界のオートバイ製造第1位のホンダと、どう 第2位のヤマハ発動機との間には深い因縁がある。第2次世界大戦当時、戦闘機用プロペラを製造する軍需工場となった日本楽器製造、現、ヤマハの長であった川上義美氏は、金属加工技術に乏しく生産性が上がらない、同社の状況に悩み、東海正機重工業、現、東海正機の当時社長であった、本田総一郎を頼った。総一郎は、 カッター式自動切削機を自作し、金属プロペラの製作時間はそれまでの1週間から、わずか15分へと劇的に短縮された。歌手は総一郎を日本のエジソンと高く称賛し、特別顧問に迎えた。戦争終結後、オートバイ製造に転換したプロペラ工場は、ヤマハ発動機として、産声を上げた。ここでも、歌手は助言を求め、 総一郎がこれに応える関係は続き、ヤマハ発動機創立に貢献した。当時、日本楽器製造は本社社長を兼ねる歌手の長男、川上玄一が就任していたが、彼は若い頃から常々総一郎の高い能力を聞かされていたため依存を持たなかった。それどころか、1977年自らが会長に指示にあたり、当時の本田社長、 川島清の実刑である川島博を日本楽器製造の専務から社長に昇格させ後任に据えた。このような背景からホンダと日本楽器製造ヤマハ発動機には支援的同業という枠を超えた一種の密月関係にあると業界は見ていた。1970年代前半、オートバイの日本国内販売台数は年間110万台前後で伸び悩んでいた。 ほぼ飽和したと考えられていたスーパー株で切り開いた商用車を除けばオートバイは趣味的要素が強くオイルショックの逆風も手伝いその将来性には否定的観測が流れていたホンダは新たな市場として女性層に焦点を絞り1974年にはホンダ技術研究所の二輪開発部隊を浅霞研究所に集約して取り組んだ そして1976年、ホンダは、新しいコンセプトのファミリーバイク、ロードパルを発表した。ラツワンの営業所長、アミノトシカタラも開発に参画したロードパルは、日本の街角を変えるというコンセプトの下、簡単な操作と求めやすい価格を実現するために、あえて自転車を開発のベースに据えたものだった。取得しやすい、原付免許で乗れることもあり、安定成長期に入った。 当時の世相を背景に、仕事や社交へと行動範囲を広げ始めた、主婦層には売ってケの交通手段として認知されて、市場に受け入れられた。ローマ市街を走るソフィアローレンを起用した CM も、鉄代、ロードパルは爆発的に売れた。競合するヤマハ発動機は、1977年に女性向けの機能を一段掘り下げ、スカート姿でも、 両足を揃えて乗車できるステップスルー式のパッソルを発表した。CM では八千草香が手軽さをアピールした。1978年には鈴木も参入して市場をさらに活性化した。これら新しいカテゴリーのオートバイを利用したのは主に主婦層だったが、副次的に中年男性層にオートバイブームを巻き起こした。 危険な乗り物、暴走族の乗り物というイメージが付きまとう、オートバイへの距離を、おしゃれに乗りこなす妻の姿や、大型自動二輪車免許交付において、中年層に対しては、比較的簡単に認められた天狗が後押しして縮めた。こうして、オートバイ生産は滑強を停止、1976年には130万台、1977年には160万台、 1978年には198万台とファミリーバイクを中心に順調な伸びを示した。3年連続で市場は拡大したが、ホンダは慎重な将来予測を立てていた。ファミリーバイクはメーカーが能動的に広告や広報を仕掛け、講習会や試乗会など商品に触れる機会を頻繁に設けて、需要を作り出す性格を持つ商品だとホンダは、 分析していた。過去3年間は、イメージや話題性が先行した、健在需要であり、販売台数の伸びは一旦踊り場を迎えると踏んだ。1978年、昭和53年5月の新車、シャレット発表を最後に、開発資源を中型車に据えた、M、ミドル計画実行に移し、並行して、ファミリーバイクの在庫圧縮に入った。それに対してヤマハは、 九百七十八年、昭和五十三年末当時、女性の運転免許証取得者は普通免許が累計、約八百万人、原付免許が累計約二百万人、合計で千万規模の潜在需要があると睨み、さらに男子大学生などにもユーザー層が広がると、見ていた。増産体制を維持しつつ、新モデル開発にも力を入れ、九百七十九年、昭和五十四年春には、 キャロット、マリック、リリックをやつぎ早投入した。この両者の差は1979年1月の生産台数統計に現れた。単月ベースでヤマハ発動機がホンダを抜き首位に立った。需要はホンダの予測通り限りを見せ始め、同年1から4月の出荷台数は前年比10%落ち込んでいた。ホンダが在庫調整のため出荷を36%。 落としたのに対し、ヤマハやスズキは生産水準を維持した。6月単月のオートバイ総出荷数シェアでは、ホンダ32%に対しヤマハ発動機は36%、上半期類計では過労してホンダは40%と、主を維持したが、2位のヤマハ発動機は36%と、肉薄し、ファミリーバイクに限れば、 ホンダ34%に対しヤマハ発動機は49%と圧倒的優位に立った。1979年、ヤマハ発動機の第二代社長、小池久和は社内外にチャンスが来た。オートバイ業界の名手の座を狙うと高らかに宣言した。当時、ホンダの軸足は四輪自動車にあった。前年から建設が始まっていた。 アメリカ合衆国オハイオ州のオートバイ工場は自動車生産への布石であり、ブリティッシュレイランド、BL、ゲン、ローバーとの提携も交渉の途上にあった。日本国内でも1978年に販売チャンネル、ベルの店を整備し、すでに四輪車の売り上げが二輪車を超えていた。一方で、ヤマハ発動機は小池自ら主導したマーケティング改革で実力を、 着実に伸ばしていた。このような情勢の中、小池は、ヤマハ発動機が仕掛ければホンダは二輪車主位の座を諦めざるを得ず、そしてその地位にヤマハ発動機がつく、可能性は十分にあると踏んだ。小池の宣言を、当初ホンダは意気高揚を狙ったプロパガンダだと捉えていた。ホンダ総一郎と川上義美氏の関係、国内四社しかもファミリーバイクに参入しなかった、 川崎重工業、現、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーを除けば河川状態の典型のようなオートバイ市場でヤマハ発動機が挑戦的な行動を取るとは思えなかった。と言いつつもホンダも無意に過ごすわけにはいかず、9月にはカレン NX50、11月にはロードパルエスト新製品を発売した。これらの効果もありホンダシェアを45%、 前後まで巻き返した。1980年、年頭に、ヤマハ発動機は年間販売台数95万台という計画を打ち上げた。これは、ヤマハ発動機の本気を如実に示す数字であった。さらに6月、日本楽器製造社長の川島博氏が解任され、川上源一が社長職に会議在った。この背景には、 経営方針の総意や長男、川上博士への前情が遅れることを嫌った、現一の医師が働いたなどとする即が飛び交ったが、旧本社である日本楽器製造において、ホンダとのつながりを持つ川島博士の退任は、派遣を狙うヤマハ発動機社長、小池にとっては思う存分戦うにあたって、障害の一つが取り取れたに等しかった。ヤマハ発動機の追撃は止まることを知らず、 1980年の販売台数は83万台と、ホンダの101万台との差を20万台以下まで縮めた。1981年には掲げた100万台計画を11月には達成し、ホンダに迫った。1982年年頭の挨拶で、小池は目処がついた。あと、一息と社員を鼓舞した。 ヤマハ発動機の本気を感じ取ったホンダではあったが、小池の予想通り迅速な対応は取れなかった。1979年に調印を済ませた BL との契約は1981年には上級車種の共同開発プロジェクトチーム編まで展開し、オハイオ工場は自動車生産開始の目途をつけつつあり、四輪車事業への注力を途切れさせることはできなかった。また、 二輪車分野でも M 計画に一度は振られた、体制を組み替える子は容易ではなかった。しかし、うちはバイク屋という自負を持つホンダもオートバイを諦めたわけではなかった。1980年から秘密裏にボストンコンサルティンググループと反撃策を練っていたホンダは新モデル投入で迎撃する戦略に照準を定めた。CVCC エンジン開発に携わったことでも知られる。 当時、朝霞研究所の事実上のトップだった、取締役の入りまじり一郎は、二輪車、開発担当を5年前の倍増に当たる1500人まで増員し、さらに当時、和光研究所、四輪車開発部隊の事実上のトップだった、川本信彦は、和光の開発用予算を朝霞に流用することまで認め、ホンダがオートバイ製造の名手たる地位を研守する準備を後押しした。 これら一連の計画は、午後作戦と命名されたが、その後勃発する争いを含んで、世間では、HY 戦争と呼ばれた。1980年9月、ヤマハへの反撃に転じたホンダは、その具体策として、スクーター、タクトを世に送り出した。戦後、富士産業、現、富士重工業の、ラビットや中日本重工業、現、三菱重工業の、 シルバービジョンなどのスクーターは手軽な移動手段としてもてはやされたが、四輪車の普及やスーパーカブの登場などに押され、1968年を最後に日本国内で製造するメーカーはなくなった。ところが女性という新しい購買層はスクーターの良さを再発見し、イタリア、ピアジオ製のベスパが30万円を超える高値で、あるにもかかわらず、 年間1000台以上の販売実績を上げるようになっていた。ホンダはスクーターを有望な武器とみなした。V ベルトを用いた無断変速機を合成樹脂を多用して軽量化した車体に搭載し、加速やと反省など機動力を高め、またデザインもベスパよりコンパクトな車体とゆとりのあるステップを確保した形に串上げた。価格はファミリーバイクより若干高めながら、 一台十万八千円と、ベスパの三分の一に抑えた。ヤマハ発動機や、スズキも追随する中、宣弁をつけた、タクトは1981年には、年間47万台販売され、ホンダを、かろうじて業界主位の座に留める役に立った。ホンダ社長の川島清はすでに腹を据えていた。アメリカホンダ社長の吉沢光一郎を呼び戻して、専務取締役。 国内二輪本部長に任命し、販売の人頭指揮を取らせた。四輪車戦略は変わらず重要事項であったが、川島は今、頭の中の6割を二輪車が占め、四輪車は4割でしかないとことあるごとに公言した。タクトで宣弁をつけたホンダは、1982年のスクーター販売計画を100万台と定めた。業界見込みによる市場規模が、 年間160万台のところ60%以上のシェアを目標に掲げたことになる。そのために2月にはリードを発売し、続けて女性向けや高級車などを市場に投入した。さらに30社ほど存在していたオートバイ販売代理店の権益を高値で買い取り、メーカー直轄として影響力と営業対応力を高める戦略にも打って出た。これには 人の心を金で買う行為との非難も上がったが、攻撃に転じたホンダは動じなかった。一方ヤマハ発動機も手綱を緩めず、同年、1982年5月1983年4月期の全オートバイ販売計画を国内150万台、輸出220万台と策定した。増産に対応するため新たに約1000人を雇用し、マツダと提携し、 系列自動車ディーラーを販売網に加えるなど、着々と手を打った。強気な量産体制を背景に、営業の現場は激戦を極めた。1981年後半には、実勢価格が低下の半額というケースも見られ、その地域は拡大の一途をたどった。業界一位企業のすることじゃない、先に仕掛けたのはどっちだバリ増減が飛び交い、熾烈な争いが日々続いた。 この状態に鈴木は音を上げ、争いの鎮静化を申し入れるもどちらも聞く耳をさず、乱売はさらにエスカレートした。1982年、正面切った争いは双方引かず、戦線は泥沼化した。値引き競争は一台3万円を下回るところまで進み、それどころか4台まとめて10万円だとか、高級自転車のおまけにスクーターなどという、 信じがたいダンピングまで発生した。飛び交うリベートに販売店は大量の新古車を生み、安売り競争に拍車をかけた。系列化されず複数のメーカー品を扱う、オートバイ販売店にメーカーの営業が出向き、手伝いと称して自社スクーターを陳列の前面に置き、他社車,車を後ろに引っ込めるなどといった行為も見られた。ホンダは1982年春から年末の間に、 実に45種類の新モデルを発売した。これは週あたり1から2モデルという驚異的なペースだった。ホンダーコンピュータを用いた新しい開発手法を確立したためと説明したが、実態はデザイン段階で絞り込まれて、本来は没になるような企画の商品化や、機構はそのままに外装のみ変更して、新製品として販売したものなども含んでいた。それでも、 川本が提供した四輪部門の研究資源を活用しなければこのような品揃えは不可能だった。両者の争いは国内のスクーター市場だけに収まらなかった。1982年3月、ホンダは、プジョー市会社の製自転車の輸入販売を発表した。これにヤマハ発動機は強く反発した。もともとプジョーは日本国内での販売パートナーとして、 ヤマハ発動機へ交渉を持ちかけ、ほぼ締結直前の段階にあった。これが突然保護にされた小池は激怒し、自らフランスに乗り込んだ。また、苦情車内でもレジャー産業を持つヤマハ発動機を押す。声がいずれがあり、事態は混乱を極めた。アメリカのオートバイ市場も争いの場となった。それまで順調に業績を伸ばしてきたヤマハ発動機は、 1981年末の新車予約状況で最高記録を達成し、50%近いシェアを持つホンダ追撃に向けた在津見増しを開始した。対抗してホンダは1982年だけで11モデルの新車を発表。その主軸となった GL1100A ゴールドウィングは大型フェアリング、トランクなど豊富な収納スペース、ラジオを標準装備し、オプションで カーオーディオ搭載も可能な贅沢な作りだった。さらに、水冷、V 型4気筒 750cc エンジンの市販車初投入やターボ車など目見張るラインアップを揃えた。しかしこの年、アメリカ景気は後退し、主要市場であったブルーカラー層は収入減やクレジット枠の縮小などに見舞われ、両社の販売は不振に終わった。1982年に入り、 ホンダの国内販売優位の状況は変わらないまま、対するヤマハ発動機は徐々にその勢いを失いつつ、あった。アメリカ市場の低迷も追い打ちをかけた。10月末、ヤマハのアメリカ向け在庫は、業界の見立てによると49万台に上り、これは優に販売2年分に相当した。ホンダの在庫も30万台となっていたが、こちらは8ヶ月分に相当するレベルであった。 熾烈な薄利多売合戦を繰り広げ、売っても売っても利益が上がらない状況の中、強気な設備投資、新規雇用拡大、販売経費増加、積み重なる余剰在庫、ヤマハの経営状態を悪化させていき、とうとう経営戦略の抜本的見直しを迫られるまで追い詰められた。1982年初期に入って、販売計画を60%も下げる見直しを、 行い、同時に生産調整を実施。製造部門に配属される予定だった、新入社員たちを販売店に出向させる配置転換が行われた。しかし、1983年になっても、ヤマハ発動機の在庫水準は下がらず、このままでは、企業存続の危機に見舞われるところまで来ていた。1月末、年頭の記者会見で、ヤマハ社長、小池は、 HY 戦争の敗北を宣言した。会見を受け、本田社長、川島は人頭指揮を取る入り混じりに製品開発の中止を指示した。2月10日、日本自動車工業会で両軍の将、川島と小池は9年ぶりに会い、話し合いの席を設けた。1時間に及ぶ会談において、小池は深く頭を垂れて戦争の終結を申し入れたという。 両者はコメントを発表したが、今後は、無用な争いを避け、問題があれば話し合い解決することで原則、合意したという内容に止まった。4月に発表された、ヤマハの決算は、前年比、売上高1000億円減。経常利益も144億円減の2億円となり、さらに、アメリカ販売会社の赤字による、特別損失が加わり、総利益は、 マイナス160億円となった。しかも、過剰在庫処理や人員削減などの問題は依然棚上げされたままであり、後に策定した1984年度決算では、経常利益は200億円の赤字を見込んだ。社長の小池一家役員9人は退任、または降格となり、従業員700人が合理化された。ホンダの1983年決算は、 売上高前年比13%増の1兆7500億円。経常利益506億円は過去最高となった。一見、勝者の利を享受したように見えるが、実態はアメリカホンダからの配当収入によるもだった。国際的な資金調達を受けるために、1980年にスタンダードプーアーズから受けたコマーシャルペーパー発行対格付け。 A-1 を維持する必要に迫られ、現役は何としても避けなければならなかった。実際には1982年だけでリベートなどに次込んだ資金は200億円にも上っており、過剰在庫処理と減産体制への移行も余儀なくされた。戦争終結の直前、ホンダは戦線を中型二輪車に拡大する策を準備していたが、最新鋭の二車種は発売目前に、 小池の宣言を受けて、お蔵入りとなった。販売の最前線で指揮を取った吉沢は、N、HY 戦争は終わった。今どんなに美味しいごちそう、新製品を出しても、食べる者はいないと言った。1982年に副社長から会長に就任していた杉浦秀夫は、ホンダの情報分析がもっと緻密ならば、ヤマハ発動機の暴走を食い止められたと反省の言葉を語った。 本田総一郎の長男であり、本田経営には関与していなかった、本田博都氏は、HY 戦争を馬鹿げた者と断罪し、趣味性の高いオートバイ市場で、メンツにこだわるあまりしでかした無茶と分析した。そして、ユーザーの信頼を失ったオートバイ市場は、衰退すると予言した。その通り、原動着付自転車、第一種。 50cc 以下の販売台数は1982年の270万台をピークに減少。10年後には約90万台になり、30年後の2015年にはその10分の1以下の約20万台まで減少している。主に中古市場でダブついたオートバイの売れ残りは中国へ大量に流れ、コピー商品の研究元ともなった。これがホンダを 中国企業との正式な技術提携締結に至らせる一つの動機になったとことれる。1978年6月に鈴木の代表取締役社長に就任した鈴木治は後に HY 戦争当時の鈴木の立場をライオンとゾウの戦いにありが巻き込まれたと表現している。ホンダはリーマンショックによる現役にあえぐ中、 アジアの二輪で利益を出しており、その中でもインドネシアは中国、インドに着く非常に重要な市場であった。ヤマハにとっても同様で、インドネシアは主力市場となり大きな利益を上げるまでになった。結果、2010年にはインドネシア市場のシェアをホンダとヤマハで二分にするにったが、その成功を記したヤマハインドネシアモーターを大成功に導いた男を発刊する頃には、 熾烈な販売競争によりヤマハのシェアは下降をたどり、2016年にはホンダに対しヤマハとシェアを急落させることになった。また、この煽りを受け2010年当時シェア3位だった鈴木も2010年から2016年にシェアを急落させことになった。あまりにも熾烈な企業間闘争であったため、HY 戦争という言葉はその後も自動車業界の様々な場で用いられた。 オートバイ市場で何らかのブームが起こると当然1位のホンダと2位のヤマハ発動機は合わし、それを受けて第二次 HY 戦争、新 HY 戦争とか HY 戦争再燃などと表現されることがあり、モータースポーツの分野でさえ使われもした。しかしこれらは企業や市場の健全性を損ねるような破壊的行為ではなく、逆に通常の競合状態を指して、 戦争というセンセーショナルな表現が使われるほど HY 戦争が依然強烈な印象を残していることを示す。ホンダとヤマハは2016年10月、かつて激しいシェア争いを演じていた 50cc のスクーター部門について両社間での提携に関する協議を開始したことを明らかにし、2018年4月25日にホンダのタクトはヤマハのジョグとして 同年5月25日には、ホンダのジョルノは、ヤマハのビーノとしてそれぞれ OEM 供給が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。